パニクるなよ、パニクるなよ。いやいや、バック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 。はい。今日は操船の練習ね、二軸船のね。まあ、草ちゃんね、一級船舶は持ってるけど、ほぼほぼ運転しないからなかなか技術が身につかないってことで、今自分のバースから出してきたけど、出すのはちょっと俺がやったけどね、狭いからね。毎回やったことあるよね。そう、2回やったことある、危なっかしかったから。危なっかしかったからこっからふさちゃんがちょっと練習で、もうでも大体教えてあるからなんとなく要領わかるから、こういうところは大丈夫だと思うから。で、着岸の練習をしようか今日は、ね。で、二軸船の場合はハンドルを使わずに右と左のエンジンでコントロールする。こう狭いところはね。で、表に出ちゃったらもちろんハンドルで舵でやるんだけど、低速の時はね、二軸船の場合は舵が効かないんで、エンジンのスロットルだけでコントロールする、これね。で、船の場合はケツが出て曲がっていくから、車は前から曲がっていくけど、船はケツ振って曲がるからね、それを考慮しなきゃいけないから、そうするとあんまり寄せるといざって言った時にケツ打っちゃうからね。じゃあその着岸する練習のとこまで行ってみようか。はい、まずそしたら、はい、基本的な船の動き、はい、今ニュートラ、これね、ニュートラこれニュートラ、右も左も中立の状態、だからエンジンはかかってるけど、クラッチがつながってない、車でいうとクラッチを踏んでる状態、ギアを入れてない状態、で、そう、右にやると右のエンジンが、左にやると左のエンジンが前進で、両方やると両方のプロペラが回るから前進、バック、それで止まる、バック、バックね。この今ニュートラルの状態から1個だけカクッとなるとこあるの、両方ね、前も後ろも1個だけ、1個だけ、そう、そこでポコって止まるので、後ろやってみな、後ろ、そう、これがエンジンがアイドリング状態でクラッチがつながった状態だから、一番スローな時、そうで、基本的に風がすっげえ吹いてない限りはもうこの1個カキッといったところ、クラッチをつないでエンジンアイドリング状態で着岸するしたり離岸するのはもうそれで十分だから、だからもう必ずこのクラッチがポコッと1個入ったところ、そこではいつも落ち着いてコントロールするようにしなきゃいけない。で、まず基本操作として、じゃあ右前の左後ろにやると船は左に回転するわけ、ちょっとやってみて、そうそうそう、回転するよね。で、ニュートラルに戻して、だけど離しても流れで慣性でずっとこういう風に動くわけ、船ってブレーキがないからずっと行くよね。で、これを止めるのに若干左に、左前後ろ右後ろ、そう、そうすると止まるでしょ、左にゆっくり曲げていきたいときは右のエンジンだけを1個入れる、右、はい、そうするとこっち側に、そうそう、これをうまく組み合わせて着岸をしていくんだけど、ただ必ずこれはみんなやりがちなのが、向きが完全に変わりきってからこれをニュートラルに戻そうとするんだけど、それはダメ、それじゃ遅い、やっぱ流れていくから、で、ちょんちょんと当てるっていうのかな、一かき二かき、一かき二かきするような、そういうコントロールをしながら着岸していくわけよ、ゆっくりでいいんだからさ、まずは基本操作っていうものをやってくる。で、じゃあ、あそこの、あそこね、あそこにつけてみようか。で、あとね、これスラスターがついてるから、これを使って修正できるからさ、さあちょっと練習の成果、そう、それで向きをまず変えて左回転で流れるのを見ながらね、様子を見ながらね、この船がだんだんこう流れてくるからゆっくりでいいからね。今日はね、そんなに風がないから待っててもそんな流されることはないから、でも止まりそうじゃん、そしたらもうちょっと足して回転を、そう、このね、一かき二かきっていうのが重要だからね。で、両右前進だけ入れてちょっと様子を見る、そうで、本当は
この動き、前進進んでる動きを利用して回転させればピュッとつくんだけど、まあ今日はちょっとゆっくりやろうか。ゆっくりでいいよ。でもう向きを、そうそうそう、向きを変えてんで、そう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 、そう、ついた。いやまだ、両方バック今前進してるから、そう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 、それからこのスラスター、これ両方倒してもいいよ。いいよ、まあだいぶ今離れちゃったからね。スラスターもあんま動かないんだね。動かないよ。でこれもでも勢いがつくとあれだから、これ様子を見ながらね、回しっぱなしだとガーンと桟橋に行っちゃうから、寄ってきたでしょ。で左を見ながら、ケツも見ながら、平行に前だけとか後ろだけとか、そう。OK、着いた。着いた。まあこの辺まで来れば、あの桟橋側に人がいた時にロープ取ってくれるでしょ。うん。うん、できた。よし。じゃあもう一回行ってみようか。うん。うん、ちょっと喉乾いてからウーロン茶飲んでいい？いいよ。なんか煮干しになりそう。煮干しにはなんない。なんとなくイメージついてきた。うん、うん、さっきうまくいったけどね、ちょっと動画撮ってなかった。もう一回行ってみようか。スタート。スタート。デッドスローのパワーがすげえある。さっきのよりも勢いがなかったから。お、パニクるなよ、パニクるなよ。あ、どうした？いやいや、バック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 、ほらバックバックバック、はい失敗。今抜かないで入れっぱなしだったんで。危ない危ない、どうしたらいいの。スタート。スタートしてるよ、うん、落ち着いてゆっくりね。いいよ、いいよ、ゆっくり、慌てなくていいよ。できた。いやまだ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 動いて、まだ動いてる、まだ動いてる。あ、いいね、もういいね、ここまで来たらもういいね。できた。いいね、うんうん、いいね、できた。 OK、 OK、 はいはいはい、一かき二かきが忘れないようにね。そう、お、寄ってきたよ、寄ってきた、寄ってきた。できた。うん、またできた。お、できたね。できたー。ナイス。スラスター使わないでぴったり止め。うん、うんうん、大丈夫だね。2回成功。行ってみる？ラスト。ラスト。来ないで来ないで。どうしよう。大丈夫大丈夫。ここでやってる分には大丈夫だよ。集中して。いいね、その一かき二かきが落ち着いてて。そう。慣
れちゃう。そういいね。そう。これでつくんじゃん。そう。でこのままやっとけば後ろも寄ってくるから。勝手につくんじゃない。そう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 。そう。そう。いいね。ほら。もうそのまま余計なことしなくていいよ。はい。ただ前に進んでってくからね、ちょっとね。できた。そう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 。できた。はい、いいね。はい、いいね。いいね、いいね。はい。はい、できた。はい。終わりにしよう。じゃ終わり。イエーイ。じゃ終わり。はい。はい。だいぶうまくいったからね。できたよね。うん、できた。一回も前とまだできてないよね。うん、成功して一回もなかったよね。まあパニックって入れっぱなしっていうのがなくなりゃ完璧。あ、じゃあイメトレする。うん。で、どうだった？今日の成果？うん。今日は、うん、前回はね、失敗しちゃったの。で、一回も成功せない、しないで終わったんだけど、うん、今日は、できた。できた。できて、うん、何回も、うん、チャレンジしたけど、うん、でもなんか一番は落ち着くこと、うん、そりゃそうだよでもなんとなくね、こうやって戻ってきてここにも入れられる自信はある。実はここではバックの方が難しい。これは、うん、パニックにならなければ入れられる。まあね、この水の上走るじゃん。だから、うん、風を読まなきゃいけないし、波が来たらそれによって船の動きが全然違うわけじゃん。今日は風がほとんど吹いてなかったでしょ。ないそよそよぐらいでしょ。そよそよぐらい、うん、まあ多分2メーターぐらいだよ、うんうん、だから、まあんまりその風のことをね考えなくてもいいぐらいだったけど、うん、ただあとはあそこの目標物に向かって行ったけど、うん、前後に船があるとか、うんうん、船と船の間に入れるってなると緊張感がまた増すわけじゃん。あ、絶対無理でしょ船がいたら無理、うん、でもやることは一緒なんだけど、ね、あとギャラリーがいたら無理。なんで緊張して。これはね練習あるのみで。そうだ、ね、あとはねイメージトレーニング、うん、イメトレ、イメトレ。じゃあまた練習します、うん。